イケメン女子になりたいと思って髪を切るくらいすごい自分に影響を与えてくれたグループで、まだメンズサイドと思った皆さん、こちらは熱気とした女性です。ボーイッシュガールズグループザ・クーパーズ、新曲はジュエルの鼓動が聞こえるか。うん、聞こえてきました。わかるわかると思うんですけど、海賊を今回テーマにしていて、みんな頭にちょっとなんかこうバンダナとかタットとかもあって、今までねそういう頭に何かつけるっていうのはほぼほぼなかったので、一緒に作り上げる、一緒にこう盛り上がるっていう、そっちを重視とした振り付けをつけていただいたので、絶対ライブは盛り上がると思います。実は我々ミュージックビデオの撮影にお邪魔してきました。ゾロゾロ入ってきたのはファンの方々、みんな海賊です。ファンと作るミュージックビデオ、これはいいものできそうですね。その仕上がりを待つ間、改めてクーパーズのお話を。彼女たちを語る上で欠かせないワード、そう、イケメン女子とは。同性からやっぱりまずなんかこう憧れられるとか、漫画の中にいる男の子がそのまま飛び出てきたようなルックスというかそういうところを意識して、凛とした男の人には出せないちょっとなんかね、うるっとしたとこ、来るファンっていうのはどういう感じなんですか。中高生の女の子です。最近徐々に男性のファンの方も少しずつなんですけども増えてきてくださってて、かっこいい、かっこいい、すごいね、心強いです、本当に心強いずっしりした重みのある声も混ざってきてて、とても嬉しい。結成4年、ファン層の拡大を目指し歩んできたフーパーズ。さて今回の新曲、特別な思い入れのあるメンバーがいるのです。それがずっちゃんこと渋谷あずき。というのも、ずっちゃんは声優系グループアイリスの一員なんですが、期間限定でフーパーズへ。本人もびっくりです。すごく相談し合って決めたことがあります。はい、何でしょう。フーパーズの次のシングルに限定メンバーとして加入してほしいんです。マジで言ってる。フーパーズは現在ハルキが活動休止中。そこで以前から交流のあったずっちゃんに白羽の矢が立ったというわけなんです。イケメン女子になりたいと思って髪を切るくらいすごい自分に影響を与えてくれたグループで、クーパーズのファンでもあったので、なんか王子様なんですよ本当に。なんかもうやっぱりその CD の中に入ってるケンタラ聞いてもやっぱニヤニヤしちゃうし、特典会に行っても対応がよくってニヤニヤしちゃうし、やっぱ唯一無二の存在だなって思います。嬉しい、ありがとうございます。まあまあデビュー前から応援してるんです大好きなフーパーズだからこそ、もう 100% どころか 200% 頑張らなくちゃいけないなって気合で今日来ました。わしは緊張してるよ。折り面に負けじ劣らずのフーパーズ愛、そんなずっちゃんにイケメン女子の真髄を見た。自信はちょっと出てきて
ところをこう修正していくよりもそのいいところをもっともっと伸ばしていけばもっとたくさんの人に見てもらえるんじゃないかなと思うので、フーパーズっていう個性を私はもっと伸ばしてほしいです。頑張ります。